高明君、委員長、田村君。日本共産党の田村高明です。最初にアスベスト飛散防止対策について質問します。本委員会で今後審議予定である大気汚染防止法の改正案については、石綿アスベストの飛散防止を、強化するための法改正であります。1月24日に中央環境審議会石綿飛散防止小委員会から今後の石綿飛散防止のあり方についての答申が出されました。これに対するパブリックコメントにはですね、3600を超える意見が寄せられています。抜本改正を望む声とともに規制強化が不十分との指摘が多いのも特徴です。例を挙げたいというふうに思います。大臣、聞いていただきたいと思います。まずですね、現在のスモークテスト等での確認は不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である、この意見が349件、レベル3、現在のですね、作業実施届の義務付け、これは不適切な作業を防止するために義務付けが必要である、これも多い。さらにですね、石綿の含有建材の有無についての調査、これは事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。さらには、自治体や第三者による除去作業確認検査の義務付けも必要であると、こうしたですね、現場を知る人たち、それから市民からたくさんのパブリックコメントが寄せられています。大臣にお伺いします。今度の法改正に期待しながらも不十分との意見がこれほど多いことへ、大臣はいかが受け止めておられるでしょうか。小泉大臣。田村先生ご指摘のパブリックコメントにおきまして、石綿含有成形板など、これいわゆるレベル3建材でありますが、これにかかる作業の届け出、第三者による事前調査、大気濃度測定などについても義務付けるべきといった意見があったことは承知をしています。これらのご意見は今回の改正に対する強い期待であると受け止めていますが、いずれも技術的実務的な課題を抱えていまして、直ちに導入することは難しいと考えています。一方で環境省としては今回の法改正によって石綿含有成形板とレベル3建材を含めたすべての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直伐性の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施工状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。今後はまずはこの法案の成立に向けてご審議をお願いできればと考えております。田村君。法改正に盛り込まれようとしている直接罰について伺いします。規制強化として違反に反して改善命令などを経ず直接罰を科すとしたこの内容について説明をいただけますか。佐藤副大臣。お答えいたします。まず今回の法改正でございますが、多量の石綿を飛散させる恐れが特に大きい違反行為に対して直接罰を適用するということにしております。で、具体的には吹き付け石綿等のいわゆるレベル1、2の建材の除去作業において作業場を隔離しなかった場合や作業時に囚人排気装置を使用しなかった場合等を規定しております。で、ご指摘のございました前室などですけれども、例えば前室を設置しなかった場合や囚人排気装置の管理が悪い場合についても規定されている措置を適切に行っていないとみなし、直接罰の対象になるというふうに考えております。で、今後法の施行前までに直接罰の適用の考え方などについて事業者や都道府県に対して周知をしてまいりたいというふうに考えております。田村君。届け出を、ね、怠ったり、それから、作業基準に反した工事を行って石綿アスベストを飛散させてきた例はですね、もう枚挙にいとまがありません。で、総務省の勧告でもあったように、今回の法改正につながっていると思いますけれども、これらの規定で防げるのであろうかという疑問を私は持っています。この間実際にあった違反行為を紹介したいと思います。昨年の5月から6月にかけて鹿児島市内の百貨店山形屋において耐震補強工事が行われました。
請け負ったのは大手ゼネコン、大成建設。改修工事を始めたところ、猛毒の生石面が大量に含有した吹き付きアスベストを発見したとのことであります。ところが同社は、耐暴法で定められた対策を取らないまま、無登道系で工事を続行しました。百貨店は営業中だったために、多数の来客者や従業員が暴露しています。鹿児島県労働基準監督署は、今年1月20日に大成建設と同社の作業所長を労働安全衛生法違反の疑いで、鹿児島県地方検察庁に書類送検をしました。大変悪質な事案だと言わざるを得ません。吹き付きアスベストを除去する際の飛散防止策について環境省に伺います。作業現場の各利用場、囚人、排気装置を使用した現場の不発化、また作業員が作業現場に出入りする際にアスベストを洗い流すためのエアシャワーや更衣室などを備えた全室の設置が義務付けられていると承知していますけれども、確認します。小野水大気環境局長。お答えいたします。現在の法律、現在の大気汚染防止法におきましても、委員が今おっしゃいましたような行為については、作業基準に違反するものということでございます。田村君。でこのですね、鹿児島のデパートのですね、工事は、各利用場と囚人排気装置は、設置されていたんです。しかしですね、全室を設けていなかったんですね。したがって、石綿がついたままの作業着で出入りをして、石綿を飛散させたということになります。これ大問題であります。でこうしたですね、ことがあってはならないというふうに思いますよ。後で見解聞きますけども、21日間もの工事の期間中に、営業中の百貨店で石綿が撒き散らされたということであります。で今度の法改正でお伺いしますけれども、全室を設置していないまま工事を行うことによって、これは直接罰の対象になるんでしょうか。佐藤副大臣。先ほど一部分答弁申し上げましたとおり、委員ご指摘のですね、全室を設置しなかった場合でございますけれども、あるいは囚人排気装置の管理が悪いといった場合、こういった場合につきましても、この規定に、規定されている措置を適切に行っていないとみなしまして、直接罰の対象になるというふうに考えております。田村君。法文上はどのように書かれてますか。小野水大気環境局長。お答えいたします。ちょっと法文そのものは大変長い部分なので若干はしょらさせていただきますけれども、当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める囚人排気装置を使用する方法、これに従わなかった場合には直接罰の対象になるということでございます。田村君。ちゃんと法文上も全室と書いたらどうですか。これは囚人排気装置が作られていたにもかかわらず全室がなかったために飛散したんですよ。ですからね、こういう事件とか事案というのは教訓とすべきですよ。せっかく改正するんでしょ。で直近のこういう事案なんかをですね、やっぱり学習し、そして教訓としなければ未然にやっぱり実験事故というのは防げないというふうに考えます。大成建設はこの手抜き工事の事実を記者会見はおろか公表もしていません。誰も逮捕されていません。現場の公表もされていません。法改正するのであれば実行力ある抑止力、これをですね、明記すべきであります。続いてもう一つの事例を紹介したいと思います。これは2013年12月に発覚した名古屋市、市営鉄地下鉄名鉱線の六番町駅での事故であります。1日7000人が利用する駅なんですけれども、空気1リットル当たり710本の生石面が約2日間構内に飛散したということです。なぜ起こったかといいますと、囚人排気装置の管理が悪かったことが原因であります。今度の法改正によって囚人排気装置を使用しているんだけども、その管理が不十分でアスベストが飛散した場合に直接罰の対象となりますか。佐藤副大臣。
先ほど一部ご答弁させていただきましたけれども、囚人排気装置を使用しなかった場合等も、直接罰として規定をさせていただいております。はい、田村君。はい、委員長、繰り返しになりますけどね、そしたらね、ちょっと条文にね、分かるように書かないといけないと思いますよ。定められた基準を遵守すること等々の表現を置かないと、これやっぱり法の抜け道になっていくわけなんです。周知するというけども、やはり先ほど挙げた事例というのは、これ、重要な違反行為です。違法に、罰則を課すというのならば、しっかりと、条文に明記すべきだというふうに、指摘をしていきたいと思います。それからその直接罰の内容ですね、副大臣答弁ありましたように、懲役3ヶ月以下、もしくは30万円の罰金、まあ、これについてもですね、意見がたくさんあります。こういうことを言われる方もあります。罰金覚悟で違反行為が広がるのではないか、こういう指摘をする方もおられるわけです。手抜き工事やずさんな管理によってですね、どれほどアスベストが飛散されてきたことでしょうか。重大な事故を防ぐためにも、今回の法改正で、私は大気濃度の測定というのはね、これはもう欠かせない事案だと思います。大気濃度の測定というのは、なぜ法改正で見送られたんでしょうか。佐藤副大臣。今年1月に中央環境審議会の石渡飛散防止小委員会における答申が出ております。でこの小委員会におけます議論では、測定義務付けの制度化に、賛成と反対の両方のご意見がございまして、で結果として、測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力をして課題解決に取り組み、今後制度化について検討する必要があるというふうにされたと聞いております。でこの環境省でいたしまして、この答申を踏まえまして、まず測定の迅速化、それから評価の指標、そして指標値を超過した場合の措置などの、こうした残された課題について、引き続き解決に向けた検討をまずしっかりと進めていくということが重要であると考えております。でいずれにいたしましても、この石綿濃度の測定の目的でもございます、石綿飛散の監視という観点では、今般のこの大気汚染防止法の改正によりまして、直接罰の創設、それから作業結果の発注者への報告の義務付け、そして隔離した作業所に設置する囚人排気装置の正常な稼働の確認頻度の増加などの規制強化を行うこととしておりますので、これらの対策によりまして、並行して作業時の飛散防止も徹底をしてまいりたいと思います。田村君。そうおっしゃいますけれども、解体作業の、ね、現場において、今、大気濃度はどうなのか、工事途中の時の大気濃度はどうなのかと、工事が無事終わって、その後飛散されていないのかと、ここは絶対検証しなければならない話なんですよね。でそれを別の施策でやっているから大丈夫だというのは通らない。現場でアスベストを含むレベル1、2、3、この建材の解体工事が行われると、飛散防止策が最近の事例でもできていないと、徹底されていないと、でそれを検証するためにも、大気濃度の測定というのは、これはもう必須条件であります。で、パブリックコメントでも、これをなぜつけないのかという声がね、たくさん寄せられています。今からでも遅くはないと思います。これをね、実施するように、地方自治体と、そして第三者、専門家によるですね、知見も集めて、どうやったら客観的に飛散が防止されているのか、これはやっぱり検証しなければだめですよ。それで、最後に、諸外国の大気濃度測定義務付けの状況について、教えてください。佐藤副大臣。環境省で把握をしております範囲でございますけれども、諸外国で大気中の石綿濃度測定を義務付けている国としては、韓国があるというふうに認識をしております。で、その他の国で申しますと、例えば英国におきましては、日本と同様にガイドラインにおいて、大気中の石綿濃度測定の実施を求めているというふうに認識をしております。田村君。お隣の韓国では、法に位置づけられていると。で諸外国の例もですね、いろいろ聞いていますけれども、日本よりもしっかりとした制度になっているということは、法案審議のときにまた論議をさせていただきたいというふうに思います。
今踏まえた点をですね、ぜひ法改正に生かしていただきたいということをですね、要望して次の質問に入ります。絶滅危惧種の樹号について質問します。辺野古大浦湾を含む沖縄本島北部の海域は樹号が生息している北限の海域であります。ここで昨年1頭が死亡しました。 ICCN 国際自然保護連合は昨年12月10日に新たにレッドリストを公表し、南西諸島に生息するジュゴンの地域個体群が深刻な危機、絶滅危惧 1A に、つまり絶滅の危険度を最も高い水準に引き上げました。環境省のレッドリストも絶滅危惧 1A であります。国際的にも日本と同じ同一の認識となったところであります。大変深刻な状況に今来ているという認識は、小泉大臣、環境省におありでしょうか。 IUCN は辺野古大浦湾を含む南西諸島の海域で生息調査が緊急に必要だとして、包括的な調査を日本国政府に求めているところです。その一つはドローンを使ったジュゴンの生息状況及び半身跡と海藻の調査、また海水に含まれるジュゴンの DNA 断片の調査であります。でこうした調査は緊急度が非常に高い調査とされていますけれども、すでに実施されたんでしょうか。鳥居自然環境局長。お答え申し上げます。昨年12月に IUCN の専門家グループが環境省に提出したジュゴンの調査計画ではですね、目撃情報のあった地点におけるドローン調査、あるいはハミ跡の潜水調査、また海草の調査、環境 DNA 調査、一般へのジュゴンに関する情報の共有と目撃情報収集等が提案されているというふうに承知しております。環境省では従前から実施している沖縄島北部における漁業者と連携したハミ跡調査に加えまして、一昨年度に収集した西表島、波照間島等の目撃情報を踏まえ、さらなる目撃情報の収集や、これらの島におけるドローン調査、ハミ跡の潜水調査、海草調査を昨年度実施いたしました。その結果、伊良部島及び波照間島で複数箇所のジュゴンのハミ跡と思われる跡や、ジュゴンと思われる生物の目撃情報が確認されたところでございます。IUCN からの調査提案も参考にしながらですね、引き続き関係機関と連携しつつ、ジュゴンの生息状況の把握と混獲対策等の保護対策の実施に努めてまいりたいと考えております。答弁抜けてます。 DNA は、はい、DNA 調査についても伊良部島で、行いましたけれども、その結果ジュゴンの組織断片については確認できませんでした。以上でございます。田村君。行ったというのであれば、繰り返し行っていただきたいと思います。DNA はですね、プライマーセット、この DNA を増幅して遺伝情報を解析するための試薬の開発はすでにできています。そして有効性があると言われていますので、しかも航空調査や潜水調査に比べて労力や費用もかからず、繰り返しの調査により有効だというふうにも言われていますし、海外の研究者も協力すると言っています。客観的に緻密な調査をしてですね、やっぱり生息状況をつかむ、そしてこの個体が減少しているんだったらなぜ減少しているのかといった原因をね、突き詰めていかないといけないというふうに思っています。そこで、今日は、防衛省から山本副大臣にもお越しいただいております。IUCN のですね、指摘なんですけれども、生息環境の劣化ないしは、喪失の懸念も増加しつつある、中でも沖縄島の辺野古周辺のジュゴン生息地における米軍基地の建設に伴う海藻藻場の消滅が懸念されていると、IUCN からの指摘があります。そして日本自然保護協会は、ジュゴンの生息海域で進められている
普天間飛行場代替施設建設事業を一時中止し、環境への影響を再評価することを主張しています。山本副大臣、辺野古の基地建設、これは止めてですね、調査を実施することが今必要であると考えますが、いかがですか。山本防衛副大臣。田村委員にお答え申し上げます。本事業では部外の専門家で構成される環境監視等委員会の指導助言を得ながら、事故についてヘリコプター等による調査に加え、水中録音装置を用いた面音の調査や海藻藻場のはみ跡の調査を実施、ジュゴンの生息状況の把握に努めているところでございます。その上で、工事用の船舶はジュゴンが頻繁に確認されている 区域内をできる限り回避して航行することとしているほか、工事海域へのジュゴンの来遊の監視に努めるなど、ジュゴンへの影響について最大限配慮し工事を行っているところです。引き続きジュゴンの生息状況にかかる調査を行い、環境監視等委員会の指導助言を得ながら、ジュゴンへの影響について最大限配慮しつつ工事を進めてまいりたいと考えております。田村君。最大限ジュゴンの生息に配慮しながら工事を進めると言いながら、ジュゴンが死に、そして行方が分からなくなり個体数が減っているのは事実なんですね。前も委員会で私指摘しましたけれども、死んでしまった個体 B はですね、氷島と辺戸岬、ここをこう回遊する軌跡を取っていました。でこの流れというのは土砂運搬船とですね、木を同じくしているわけなんです。それから、今確認がされていない個体 A については2018年10月18日から12月5日にモアを利用しなくなったと、これ防衛省の方からの調査結果で明らかになっています。でこの10月から12月モバを利用しなくなったという期間は、まさに辺野古基地の土砂埋め立ての護岸が建設された時期と重なっているわけです。ですから工事、そして土砂の投入、こうしたことによってジュゴンが安住の地から逃げなければならなかった、追い出されてしまったという一つの、判断があります。こうしたことを踏まえればね、やはりもう本当数えるほどになってしまった絶滅危惧種をやっぱり元の藻場に戻して、そして安心して生息できるように、阻害となっているものについては一旦止めてね、調査をすべきだというふうに思います。私今個体 B 個体 A、 そして防衛省の工事と連関させて言いましたけれども、やはり工事は止めるべきじゃないですか。一旦いかがですか、副大臣。山本防衛副大臣。お答え申し上げます。ご指摘の個体 B に関しては、確かに死亡が確認をされています。A の尾の先端が腹部に刺さり体内に到達をし、死亡が確認をされておりますので、大変残念だと思いますけれども、それが直接工事と確認関係がするかどうかというのは私は承知をしていないところでございます。また加えて今委員ご指摘の個体 A でございますが、海洋沖が主な生息域でございまして、先ほど委員の確認できなかった時期ということでございますが、この際には護岸の造成など水中音を発する工事は実施しておりませんでした。したがってその際に、ジュゴン個体 A が確認されていないということについては、工事による影響ではないと考えております。いずれにしましても専門家からの助言指導、今後の調査等々を踏まえまして、ジュゴンにも最大限の配慮をしつつ工事を進めてまいりたいと考えております。田村君。
山本副大臣も小泉大臣も聞いていただきたいんですけれども、IUCN というのはですね、単なる自然保護団体じゃないんですよね。国際自然保護連合は国家、政府機関、非政府機関で構成される国際的な自然保護ネットワークです。1978年に環境庁が日本の政府機関と初めて加盟しています。1995年に日本が国家会員として加盟している。日本政府も加盟してるんですよね。この IUCN がジュゴンの藻場海藻の消滅が懸念されているとし、そして日本の自然保護協会が普天間飛行場、建設事業を一時中止しと、やっぱりこの、ね、指摘は、ね、重く受け止めるべきだというふうに思いますよ。因果関係がわからない、止めてみて因果関係を、検証したらどうですか。こういう指摘に対して日本政府も IUCN の国家参加してるわけだから、ちゃんとその中で解決していくスタンスを持っていただきたいと、一員なんですから。どうですか、副大臣。山本防衛副大臣。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、国際自然保護連合IUCN のレッドリストにおいて、昨年の12月に南西諸島のジュゴン個体群が絶滅危惧 1A 類とされました。他方我が国におきましては、環境省のレッドリストで2007年、平成19年にすでに絶滅危惧 1A 類に指定をしております。本事業における環境影響評価手続きにおいては、事業についても再三申し上げておりますけれども、特に配慮した上で環境への影響の予測評価を行うとともに、事業への影響について最大限配慮して工事を進めているところでありまして、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。委員長。田村君。最大の配慮は工事を一旦止めることです。アメリカのですね、NGO ミッションブルーが、貴重な生態系が存在しているだけでなく、失われる危険性が最も高い保護すべき海域をホープスポットとしてですね、世界の海の110箇所を認定しています。そのホープスポットに辺野古大浦湾が昨年日本で初めて認定されました。ミッションブルーを率いているシルビア・アール博士は、1990年からアメリカ海洋大気庁の主任研究者として、湾岸戦争時のペルシャ湾原油流出事故をはじめ、数多くの海洋問題に取り組んできました。国際的にも影響力の大きい研究者であります。そのミッションブルーには、IUCN に関わる多くの研究者が参加をしています。この、ホープスポットにね、日本が初めて辺野古大浦湾が認定されたということは、これはまた大きい意味合いがあると思います。そして辺野古大浦湾が注目されている、そしてジュゴンの生息がですね、懸念されている、国際的にも権威ある世界の機関がですね、ここに注目を集めている今ですね、やっぱり今、重要な事態に差し迫っているのではないかと、絶滅危惧種に国際機関も、そして日本政府も指定しているのであれば、こうした危機感を持って対応に当たっていただきたいと思いますけれども、最後に小泉大臣、ジュゴンの生息、それから保護について、お話を聞かせてください。小泉大臣。先ほど田村先生からは、ジュゴン、また IUCN、そして、NGO 団体の活動等お話がありました。環境省としてもこの IUCN の専門家グループ、このジュゴンの調査提案を一つの参考にして、引き続き関係機関と連携をしつつ、ジュゴンの生息状況の把握、そして混獲対策、これは漁業用の定置網や刺し網にジュゴンが引っかかることへの対策などの保護対策の実施に努めてまいります。田村君。時間がまいりました。終わります。次に、内閣提出大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明